梅ちゃん、それ磁石のやつだから壁にはくっつかないよ。くっつかないよ。何やってんの？何やってんの？何やってんの？大丈夫？どうした？なんか変な夢でも見たのかしら？え？壁。もうくっついてた。梅ちゃん、大丈夫だよ。大丈夫。いや、待って、なんでくっつけれた？大丈夫。大丈夫だよ。俺がついてるから。なんか磁石ポイントとかあるの？もしかして。梅ちゃん。いや、ちょっと待って、なんでくっつけとったの今。大丈夫だから。違う、本当に。大丈夫だから。な、ハグしよっか。な。大丈夫だ。俺がついてる。ちょっと待って、よくわからないんだけど。大丈夫。いや、大丈夫じゃねえし。大丈夫。俺がついてる。大丈夫。なんで今ここに。なんかあの鉄なんだろうね、その柱がさ多分通ってる、そこだから全部ではなくて、そうこっち側のこのただの壁のとことかは多分ね、あのねくっつくとこない。すげえ、いつ発見したの？さっき。なんでそれをしようと思ったの？なんか、うん、どっか鉄あんじゃねえかなと思って、鉄の匂いがしたからさ、そしたらくっついた、うん、くっついたの。ああ、やっぱあったわ鉄と思って、鉄あったわと思って。便利でしょ。便利や。鉄。すごい。じゃあそんなとこにくっつけんじゃねえよ。お湯沸かしてない？沸かしてない。ねえ。ねえ、邪魔だよこんなとこ。玄関がいいんだよ、玄関だよ。なんだよ。そこまで強力な磁石こんなとこにつけたくねえよ。壁紙が傷んじゃうだろうよ。すごい。こういうちっちゃいやつとかメモとかぐらいならね。すごい、うん、こうお出かけ前にちょうどいいかもしれない。壁に見えないとこにしてね、ちゃんと外からね。大和さんとかに見られたら恥ずかしいからね。すごい。よかったな。よかったな。